はい、どうぞ、こんにちは、ノアです。さあ、今回はですね、久しぶりの、バトルスポーツスタジアム実況ということで、まだね、サブのライセンスがね、昇格圏内じゃないんで、こちらを、はい、ポイント上げていきたいと思いますって言おうとしたら、マジか、リンリンさんじゃないのこれはい、まさかのね、ね、グッズ買ってくれたりね、ライブとかにもすごいね、来てくれてる、はい、リンリンさんがね、来てくれたんで、いやこれは肩慣らしにはちょうどいいだろうということで、14位なんだ、すげえな。じゃあちょっとだけ煽ってみるか本気を。さあ、ということで今回ベジット使います。クライマックスチェンジのね、ベジット使って無双したいっていう動画なんですけど、はい、もうね、相手がまさかのね14位なんで、まあちょっとどこまで通用するかわかんないですが、はい、サイヤ人女の子のね、最強のね一軍デッキで行ってみたいと思います。今回メインライセンスは、とりあえず昇格の圏内まで、あとちょっとっていうねところなんだけど、こっちのねサブのセシリアが全然まだポイント2500とかしかなくて、まあとりあえずね、商談はさせたいかな、懇談で。はい、でアバターはね極みスタイルですよって言っても、まあ買えるんだけどねこれを。はい、いやみんなもね極みスタイル頑張ったと思うんだけどさ、もうちょっと使わせてほしかったよね、マジで。限界突破はね、まだ時間経ってるけど、なんだろう、極みスタイルがさ、もう一瞬しか使えなかったじゃん、ね、ちょっとそこがマジで、いやもうちょいどうにかしてほしかったっていうところでありますが、はい、とりあえず限界突破で、はい、ユニットもね今回組めるようにしてます。そう、やっぱ女の子は戦闘力制限があるのがね、唯一無二にねレベルで強いんで、ここら辺と、あとはそうですね、クラチェンベジット、戦闘力ね、めちゃめちゃ出るのに、今回はバーダックでね、はい、歴戦バーダックでさらに戦闘力上げ上げで、もうベジットの戦闘力をね、もう半端じゃないことにさせることによって、あれですね、トランクス前に対抗するという、で、女の子でさらにダブル龍拳で 2.5 倍にすれば、2.5 倍かける、3倍かける2倍かける2倍かける2倍みたいな感じで、おそらく前とか、前じゃないわ、トランクス未来とか、あとはモナカ、あそこら辺は余裕でまくれるんじゃないかなって思います。マジかー、なんでサルサいいんだよマジで。1ラウンドしかちょっと戦闘力でのあれは見込めないですねこれ。あー、でもゴセンクスがいないんだ。で、魔人ブー、あー、なるほどなるほど、9位か、オッケーオッケー。で、これちなみに9位いんじゃん。で、これさ、相手がサルサ使ってると、この9位の戦闘力を半分にする効果も一緒にサルサが消してくれるんですよ。だから今回でいうと、ポットリモコン別にサルサ、なんだ、9位取られても全然大丈夫っていう感じなんだけど、とりあえずこっちから取ってアベスに行きたいですね、9位。はい、まずはゴセンクスかけて、ゴッドかな、多分右のやつは。ちょっとどっちか分かんないですが、はい、ヒーロータイプの孫悟空なんで、全チャン悟空の可能性もあるけど、でもパッと見れそうですね。いや、マジでこれ全チャン悟空かな。仮にそうだとしたらちょっときついか。27,000。いや待った、全チャン悟空か。だってゴッドとブーって絶対ありえないもんね。なるほどなるほどなるほど、結構だるいね。でも1ラウンドでこれどうなんだろう。いや普通にさ、ダメージ出せると思うんだよね1ラウンド目で。無理かな。でもこれ絶対悟空切ってくるよな、マジで。封印されたらちょっときつくない？いや、だいぶきついね。でも悟空は生きてるから、最悪ゴッドとバイバイで、このラウンドと次のラウンドは守れると思うんで、いや全王悟空だったとしてもいいです、突っ込む。で、バイバイは切らない、こんな感じで。てか絶対全王でしょ。で、アビ封印されてもいいです、もう1ラウンド目にこれ結構勝負かけに行った方がいい。どっちでもないじゃん。ちょっと待って、まさかの元気玉。なんで、マジか。うわ、読めなかったそれは。でも戦闘力出したのは正解じゃない普通にね。だってこれで戦闘力でさ、フリーザ復活のアビンもね強化できるし、でこのゴッドがね身代わりしてくれるから、海洋シエリートって言ってもなんとかなるでしょ。うわ、マジか、全王じゃないしゴッドでもないし、ちょっと元気玉は意外ですね。
さ、そしてゴッドが相変わらずのね、健在の硬さでね、はい、まあ、このラウンドはきっちりと守ってくれることでしょう。そしてフリーザ復活の対策はこれ今回ゴリゴリにしてますので、まあ、1ラウンドはトランクスでまくって、2ラウンド目はバイバイ悟空できっちりとねパワー1000にしてセーブ、そしてフリーザアタックもさせないよっていう感じで、であとはこれですね、はい、パワー上げて上げて上げてガード下げるっていう感じで、結構まあ1ラウンド目からねダメージは出していけるはず。さらにクライマックスチェンジで、はい、まあね1ラウンド目でねもう全然これねやっちゃって OK なんですよ。これだけでもう 2.5 倍だからね。ダム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 変弱ウルシルバーチャリオッツ、さあいいダメージ、ゾーン、あでも思ったほどは入ってないかもしれない。どうなんだろう、ブーがガードをマイナスになってないのか。でベジットがねこれ技打てるんですよ、エナジーになっても。素晴らしい、本当に素晴らしいよクラチェンのベジットは。うーわ何これすげえな、マジマジマジかよ、ダメージ何これ、防がれて1万5000ダメージ。まあでもそう8割回復されちゃうんだけど、うわー今の決まってたな、クラベジで決まってたな今のは確実に。まあね、ああちょっと今押し損ねたんだよね、くっそ、まあ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 いいでしょう。いやーそこのなんであれパーフェクトじゃないのマジで、もういいじゃんあれパフェで、ダメな、もうでエナジーアップでかいね。でも元気玉悟空なんだ、あユニット技をこうやらせないためにってことだよね多分、どんなアバターので、激闘の幕開けアプリ入ってないんでエナジーガードができないんですよね。つまり相手に攻撃を4回もらわないとこれね3ラウンドで戦闘力制限組めないんですよ、これエナジーたまんないから。つまりそうですね、次のラウンドで決めたいけどバイバイんだよな、3ラウンド先行取れない、いやーきついなーマジで。したらアプリで2ラウンド目守って3ラウンドでバイバイ切りとか、てかこれさ思ったのがもう7000制限でよくないね、なんか7000なんかもう普通にかけちゃっていいと思うんだよ次で、バイバイは絶対切ってくるから、まあ、そこを7000かけつつ、まあ、ゴッドで守って3ラウンド目でバイバイ悟空じゃない。まあそれもねフリーザの必殺食らっちゃうともうどうしようもないんだけどさ、ああいや気絶してもあのバーダックがねこれ起こしてくれるから、そうこれは全然大丈夫です。いやーマジユニット使えないのはきついって、ほんといいよね7000でも。いやーマジでさっきのあれ決まってたわマジで、完全になんでパフェじゃないのほんとあれ、しかもきっちりパフェ出してた相手。まあ、ですよね。でもこれそうなんだよね、サルサ使ってると結局9位取れないから、こっちが逆に9位を取るチャンスがあると。いやそれでも3ラウンド先行は取れないでしょう。はいいいっすねバダク、まあこれしかないじゃん。で問題はサルサなんだよな、でサルサいんのマジで、もう本当女もアバターの天敵すぎるってあいつ、もうやだサルサマジで。1万、まあでも相手どうせ11本消費はやるしかないから、まあ、これでいいかな。いやもうねバイバイは絶対切れないよここ。ああでもそうすると今度はベジットで死ぬんだよな。これ結構積みゲーだね、完全に積みゲーだね。てかこれ何、あー宝探しか、いやー積みゲーすぎるって。あでも、うん、どうだろう、軽減無効ないからベジット仮に5倍食らってもなんとかなんじゃない。あ5倍じゃないわ、うわベジット5倍じゃないこいつ。ちょっと待って、それ何倍になるんだろう次のラウンド、3×2.5 倍、10倍ってことそれ。
そうだよね。もうマジでさ、てかマジでこれ結構、いや積みゲーだよな多分。いや積みゲーっすね。これお酒欲しかったマジで。いやさっきじゃん、それさっきじゃん。いや先行は絶対というか 100%。 あでもどうだろう、3333だから、あだから元気玉入ってるのか相手。いやあのね81倍の半分だよ、だって40倍ってこと。サルサ決めて9位決めて40倍はやばいね。いや削りに関してはフリーザ復活とかの固定があるから、まあなんとかなるんですけど、とりあえずこのブーがねマジできちってるんで、このラウンドまず1ダメージも与えられないんですよね。え、どうやって突破しよっかな、マジできつい。ほんと1ラウンド目が全てだったって感じだねマジで。あの1ラウンドの必殺技、あれが決まってればもうあのままね突破できてたんで、本当にあれが全てみたいな、いや感じですかね。まあでもまだ希望あるっちゃあるか、言うてでもこっちもねこの2枚でね次守れるし、いやでもこのラウンドのカードアクションとか捨ててないぞ。いやこれダメだ、終わったわ。魔人ブーダメじゃん、よくよく考えたらあいつ。そうこれがあるのを忘れてたっていうね。はい死んだ死んだ、それは無理、ゴッドでも無理無理、10倍はさすがに無理っすね。はいこれはもうテクニカル献上して負けましょう。はい無理っす、10倍にされちゃうとさすがに無理っすね、ゴッドでも。ほらあーでもそんなもんか。いやーでもここでバイバイ切ったところで3ラウンドで同じことの繰り返しなんで、はいまあこれはしょうがないっすね。もうおとなしく散った方がいい勝機がなさすぎる。いやそっかー、サルサ女アバター使ってるともう無理だね、あいつ来られちゃうと無理ゲー、全部潰されるもんな。ナメックとかもでも効くかしたら、確かにナメックの合体も潰せるし、あーやっぱサルサいいね、サルサ強いマジで。いやー惜しかったわ1ラウンド目マジで。何これ落ちた。何今度こそ全王国か、まあゴッドでしょう。あ3ラウンドアプリと、キーソードのベジータブルインの進化のベジータがいますね。かなりデッキ編成的には珍しいですが、まあ、ちょっと今回健康一滴悟空が復活封印とかでねまくれないんで、ちょっと難しいな。あでも待ってね、相手ナッピー3ラウンドだった。それ守れる。あじゃあやっぱゴッドかな。でビーストがちょっと2体いるんで、まあ多分チェンジスイッチと、まあ、流星対策の降臨する化身、まあ、だとして、いやもう今度こそこれ1ラウンドからやっちゃっていいでしょね。1ラウンド目からもうこうやってはい攻めちゃって全然いいと思います。あでちょっとゴッドの身代わりがアバターにもねこれ入らないんで、アバターが身代わりできないんで、ワンチャンまあアバター下げの、まあ、リンクラインでベジットとかね。そうだねこれはマジでワンチャンあると思う。さあ行くぜ。よくも好き勝手やってくれたね、東京の団地感謝します。いやさすがにここで健康は下げないじゃん。であとは、まあ、全王国だった時だよね、あれが全王国だとちょっとこのラウンドで2ターン封印されちゃうんで、まあ、それちょっときついかなって感じはあるが、まあ、編成的にそんな守れなさそうなんで、多分ゴッドと健康一滴で守って3ラウンドで7000制限という感じだと思うよね。でキーソードのベジータはちょっと何要因か分かんないけど、まあ、あいつでアビリティを、ね、封印されるから、ちょっとあれだな、あのバイバイがきつい。てかなんならちょっとゴッドもきついね、
あーボット、オッケー。ちょっとボットも必要。あーてかちょっと5000固定痛くないこれ思ったけど、5000ダメージ食らっちゃうねこれビーストで。まあ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 、まあ、あとはでもボットが守ってくれるはず。いやーマジで悔しいわさっきの。はいでお互いに、はい、ゴッドですね。いやマジでワンパンいけてたもんねこれで。でも逆にさあんだけ軽く出せるってのが分かったんで、多分ここも結構1ラウンドから削れると思うんだよね。でエジェットが 2.5 倍に、ああまあパワー2倍、パワー2倍かかってて、相手のガードはフリーザで削れてて、で結構状況的に悪くないから、マジでゴッドといっても結構ワンパン決めにいけんじゃないかなっていう気はしてます。あとはねバーダックも5000上げてくれるんですよねこのパワー、仲間のヒーローね。そうだから今回ねヒーロータイプもめちゃめちゃ入ってるっていう、はい、感じなんですけど、さあここでどこまで削れるか。でこれも強いね、クラチェンベジットのその転換ゴジータみたいなねアビリティもね普通に強い。どうだろうなこれさすがにきついか。で半減の半減、いやこれはさすがに、あー全然ダメマジか。いやしかも入らないし、なんか1回目のチャージ弱いね本当。1回目が全然入らない。あーダメこれ、アセンダメージということで、はい、まあ3ラウンド以降はまあ確定ですねこの時点で。次は健康で守られて、で3ラウンド目で7000制限だから3ラウンド後攻かな、ワンチャンとしたらそこまで耐えれるのかっていう話だけど、それか3ラウンドであれじゃない、ユニット技さえ使えれば、まあ、先行はそこで取れるから2ラウンド守られて3ラウンド先行で勝ちだね、ルートがあるとしたら。いやいやいや硬すぎでしょ、嘘だろ。いやちょっとマジでゴッド硬すぎな。さてこれがちょっとやばいかもしんない、このビーストの5000固定がやばいかもしれない。いやしかもあいつ軽減買ってると5倍ダメージとか持ってるからちょっとやばいですね最後の攻撃が。やばいな強チャージ。でこれ記録チャージ下がっちゃうの、残ってる。あの進化のベジータがね結構ちょっと、まあ、ゴッド使ってるときついカードで、まあ、この悟空の要はパワーガードが 70% 減って記録耐性がめっちゃ下がるのよ。だからこのベジータでちょっとゴッドが今気絶しやすくなってるんだよね。うわーマジか、えそんな飛ぶ、嘘でしょ、え記録全部なくなったんだけど、やばい。それはここで気絶したらビーストで死ぬって、やばい、マジかよ。うわマジでいってんの、どうした今日、しかもうまい試合いってもう、気絶した、やばいなビーストの攻撃、死んだかもしんないワンちゃん。あれなんで気絶しないの、えどういうこと、ちょっと待ってマジでベジータ意味わかんない、ベジータがよくわからなすぎる。あれ記録耐性下がったのに今 1% も減らなかったよ、なんで。あーチャージは相変わらずゴミだし、やばいな、動揺してんのかしら。5000ダメージ食らって、あーまあまあさすがに経験が硬いんですけども、いやちょっとやばいね、気合い入れないと。なんで、やばいんだけどチャージ、ちょっとブランク空きすぎたなマジで。あーまあゴッドに来なかったのに、いやブランク空きすぎるとちょっとやばいね、チャージもヘナチョクすぎてやばい。あんまりチャージにこだわらないで行く方がいいかもしんない今は。まあとりあえず7000制限で、はい、でユニットはもちろんやりません。3ラウンド目に取っておきたい。
さあ、でこれでどうするかだよね。もうどうせ健康一滴下げてくるのも明白だから、そんな出す意味もないと思うんですけど、まあでも言うてビーストでさ記録なくなっちゃうんで、うわーやば、4万7000円だって。ベジット単体で2万4000円、素晴らしい。でバイバイ切って、まあこんな感じかな。でとりあえず一旦倒しておきたいな。で健康で復活されて、まあ、3ラウンド目で戦闘力制限を打ってそこで勝つっていうのがまあ理想的なんですけど、相手はこれユニット封じとかまあエナジー破壊いないよね。でちょっと懸念してる点があるとしたら、まあエナジー自由マイナスのアプリを3ラウンド目に使われた場合がちょっときついかもしれない。でもそれはそれでこっちが逆に制限なしで先行取れちゃうんで、はい、まあどのルート取っても大丈夫でしょう。はい、健康を切ってない。え、マジ、え、切らないので、6分やらない、健康一滴を切らない、なるほど。でフリーザーでパワーがこれ9万アップですね今、はい、いやいよいよインフレと差しを感じさせるフリーザー復活ねこれ、はい、パワー9万アップのガードが4万7000ダウンで、パワーガードさらに1万アップ。まああれだね、ガード向こうとかいないし、そう、これでガンガンガードを上げて軽減上げ続ければなんか結構守れちゃうと思うんですけど、うわやば、火力やば。いやーここはさすがに決めたいけど、ミラクルやめて、ほんとやめて、ミラクルマジで2連覇ブト、おっしゃー、さすがにね、まあ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 、さすがにね、ここは決めなきゃダメよ。はい、49,999、そしてもうこれは飛ばしたでしょう。はい、ゴッドに対してどれぐらい当たれるかっていうところなんですが、はい、半減の半減で、うわうわマジか、マジ半減の半減のこれ、あーやっぱすごいねレジット。なあ、もっと言ったらフリーザーと女バカすごいね。で、まあ、あの1ラウンドフリーザーでパワー増やして、レジットの増やした後に 1.7 倍目、あの女アバターで最後かかってますので、であとはこれかな、バーダックのねパワー最後ね、あの5000円上げてくれてるし、いやーこれはね、うん、なんか差し打って言われるのもなんかわかるかも、うん、こんだけ守り堅いゴッドに対してこれだもん、すごいね。はい、ということでね、まあ2戦目はね、あのいい感じに勝ててよかったです。さあ、じゃあ最後はね、ベジット最後にスキャンしてるんで、はい、ベジット様の必殺技で決めてもらいましょう。さあ行くぜ、太陽系スピストール、これかっこいいよな、これめっちゃ好き、この音がいいよね、音が。そして終わりだ、おお、7万7000ダメージで KO、 はい、ということで、まあ、4分の1にされて今のダメージなんで実質28万ダメージ、はい、そうだよね、ゴッドって今半分の半分であれだから、はい、まあね、本当は28万入ってたよみたいな、はい、感じでやばいね、はい、ということでね、いやーやっぱり使ってて楽しいよこのカードは、イラストも最高だし、でね、前世紀はこれ1万6000円ぐらいだったんだけど、今ね半分ぐらいの値段に落ちてますので、まあ手に入りやすくてね、いいと思います。 今買うとしたら、てか逆に今買っちゃってね、差し入れまでこいつで楽しむっていうのも自分的にすごいありだと思うんでね、はい、まあ皆さんね、クラチェンベジット十分ね、これ強いカードなんで、はい、皆さんね、ぜひね、こちら使って最後に、ね、遊んでいただければと思います。はい、ということで、今回の動画もよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。そしてバトスタ動画ガンガン復活させるんでね、ぜひチャンネル登録もよろしく。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。